半導体不況により他の国の GDP の大半を占める大手企業の今期売上は確実にマイナス。その他製造業や大手財閥もそのほとんどが赤字。航空産業に至っては政府の無計画な免許交付により格安航空会社 LCC が乱立。挙句の果てには反日ボイコットによるセルフ経済制裁で身売りする LCC まで出てくる始末。とここまでは世界経済の影響や企業の経営失敗による部分が大きいから、まあ仕方のないことなんですよね。しかしとうとう来たようです。国民の家計が苦しくなっていることを如実に表す小売業の売上のマイナスが。こんにちは、世界の瓦版のエドワードです。いやー、日本でもデフレで超不景気な時代、デパートや大手スーパーが次々と倒産していきましたよね。他の国でもそれに似たような現象で大手スーパーが一斉に赤字転落という情報が入ってきました。延床面積3000平方メートル以上の大規模店舗の大型マート E マート、過去20年以上この業界で君臨してきた E マートですが、金融監督院によると E マートの今年上半期の営業利益は前年同期比でなんと 78% も減少。特に第二四半期には299億ウォンの営業損失を出すなど、創立後初の赤字を記録し回復できない状況に陥ってるんです。 E マートの第三四半期の営業利益は1200億ウォン台の黒字に転じる見通しですが、これも前年同期比より 40% 以上もの減少。しかし E マートだけじゃないんです。ロッテマートやホームプラスも軒並み大幅に売上減少。ロッテマートは第2四半期339億ウォンの営業損失で、前年同期比の赤字幅が 24% にも拡大。ホームプラスの2018年3月から2019年2月の営業利益も前年比 57% 以上減少しているんです。その理由について専門家は、スマートフォンの急激な普及により一人世帯が増加し、オンラインショッピングで購入する人たちが増えた。大型マートの3社は特に低価格競争とオンライン投資などコスト負担も大きくなった。収益性悪化の主な背景であると分析していますが、それにしても減益幅があまりにも大きすぎます。私が特に気になったのは、この記事ではムンジェイン政権の経済政策について一言も触れていないことなんですよね。この状況下で最低賃金の差の字でさえ取り上げていないのは誠に不可思議。なんでなんだろうね。ちなみに E マートは出血を感受してでも長期的な観点からウェットティッシュや歯磨き粉など生活必需品の超低価格路線へと変更。もう日本が経験したデフレとそっくりだよ。これって本当負のスパイラルなんだよね。この出口の見えない経済不況はますます悪化しているようです。以上、最後までご視聴ありがとうございました。